今奈良の新薬師寺の前に私はいますが、これはこのここにあるですね、あの十二神将という、まあもちろん阿弥陀仏もまあ立派ですけれども、この十二神将の怒りの姿ね、これがね、もうまあ世界にも類例がないほど、まあある意味で凄まじいというか、ある意味ではですね、力強いというか、まあそういう姿だね。で、これ、やはりこれをなぜ見に来たかね。それはですね、日本は形の文化が強いんですよ。これはね、夏目漱石でさえもあの文豪がですね、日本、東洋美術志向というところでですね、まあ日本っていうのは文学よりも、まあ彼は小説家だったんですけども、こういう美術の方がすごいんだということを言ってるわけですね。で、しかしそれをね、ほとんどの文化人も、まあ、知識人もですね、あまり理解できないんですね。それ何かというと、美術の教養っていうのがなんかもう別のものだ、あるいは軽いものだと思っている方が多いんです。ところがとんでもないことで、やはり、あの、形の文化、おとじの日本はですね、文字が一番遅かったんですね。こう、文字がもう輸入されたのが6、7世紀。ですからね、それを使うようになったのはもうそのくらいですから、その前にですね、古墳の大文化があったわけね。形の文化。で、縄文も弥生もですね、文字がない時代の形の文化だった。継承の文化、作る創造物のね、文化だった。ですからね、形を読み取れないと、日本の文化の高さがわからないんですよ。ですからね、まあ、それから日本人はみんななんか絵をたしなんだり、絵を描いたりすることが好きで、今はまあ漫画家が多いのもそれのせいなんですけども、そういうこう、形を作る視覚的なものをね、喜ぶ、そういう精神があるんです。ですからあんまりこう、もう頭が悪くてもですね、なんか小文字で語らなくても、絵で描いてみるとすごい絵ができたりする。そういうことがね、あの、日本の特性なんですよね。ですから、またそれを描いたものを、今だって漫画映画がね、こう、アニメ、世界中人気があるのも、まあ、そのせいなんですけど、ただそれを読み取ること、まあ、漫画は必ずしも読み取らなくてもなんかね、筋がありますから、あの、わかるわけですが、しかし、昔の、こう、形、例えば仏像なんかもね、決してただの、今、あの、仏像案内見ると、ただ、あの、これがね、こう仏像のこういろんなランクがあって、まあその、ここに位置するとか言って、まあただそういうことが図像学としてなってますけど、やはりそうじゃなくて、その作られたものからね、あの、仏像を見ることによって、ランクは別として、どうやってこういう姿ができたか、そしてそれを作った人が誰なのか、そういうことが分かることによってですね、初めて文化が分かるんです。ですから今まで文化史がね、非常に弱いのはね、そこが読み取れなかった。長寿儀が一つとっても解釈できないというね、こう、まあそういう知識人がそういうものを見る目がないっていうことでね。だから そういうことをこれからはね、皆さんがこう、形を見る目、漫画だけではなくて、形の文化ずっと縄文からあるんですよね。それを読み取る目を、まあ、訓練してできたい。そうすればね、たちまち日本の歴史は変わってくるし、文化の、こう、大きさも変わってくるわけですね。ですから、まあ、そういうことでですね、まずはこの十二神将を見てみたいというのが、まあ、これも非常にこう、簡単に見れるわけじゃない。もう、この菩薩像だとか、あの、まあ、一般的なですね、お釈迦、まあ、ブッダの像とちょっと違う、それをですね、あの、守る、まあ、これもインドから来た十二神将、いろんなこう、由来があるんですけども、それをいかにですね、日本で消化したのか。つまり日本で初めてその、インドで発生した仏教を、日本でこう、形によって消化してる。だからそれを読み取らないとね、この時代の文化がわからないんですね。まあそういうことでね、ここから始めたいと思います。どうもありがとうございました。うん。